まあでも前回のなんかあの夜にかけるのやつを、まあ、ママがママさんが、はい、見ていただいて、見ていただいて、じゃあ次は BTS で踊ってほのちゃんということで、はい、ということで、はいはい、リクエストをいただきまして、いただきまして踊ることになりました。そしてですね、今回もハウスダンスということで、はい、BTS さんの曲でちょっとハウスダンスが踊りやすそうな曲をね、このみ先生が選んで、いや、やりますんで、DNA、はい、頑張りますということで。最近の近況報告なんですか？最近の近況報告ですか？はい、なんかありますか？そうですね、夏が来ますね。なんだよそれ。いや、もう蒸し暑い。暑いよね、わかる。本当にやばい、もうちょっとこの時期耐えられない。耐えられない。うん、ムシムシしてきたのがわかる。うん、あの、カラッとしてたりですよ。脇汗をすごいかいちゃうから。あの、スースーしてた。脇汗スースー、どうやったらできる？え、脇汗スースー、うん、見せていいですか？ええ、ちょっと座っててください。道ですよ。歩くときにこうやって歩くと脇が濡れずに、あの、スースー乾きます。マジ邪魔だね。邪魔。あと邪魔だったら、狭い道路だったらこうやって歩けば、ここに空間ができて脇汗が乾くんですよ。こんなの見ちゃうよね、こうやって歩いてる人。やっぱここが閉じてるから脇汗がずっとこうステイするんで、うん、こうちょっと開けると乾いてくるんですよ。こうやったらいいんじゃないですか？それやばくないですか？道歩きながら。やばいやばいやばい、かっこいいかっこいいかっこいい。私だったら見ちゃう。でも理由聞いたら納得する。あ、脇汗を乾かしたいんだ、あの人みたいな。いや、ちょっと聞きたくねえな、それ。ちょっと流行らせたいな。こうやって歩いてる、こうやって。うん、今日は、振り付けが一切できておりませんので。はい。覚えが悪いんですよ。いや、私も悪いですし、でも、このみ先生はどっちかでもフリースタイルが得意なんで、多分振り付けはバンバンできると思うんで。そう私はちょっとこだわりすぎちゃうとこがあるから、 それをこうパッパッパンって今振り付け、時間があんまないんで、はい、2時間もかけれないね、1時間半でぐらいで仕上げたいと思います。お願いします。それではレッツチャレンジ。Thank you.
나 너에게 만 집중해 좀 더 세게 날 이끄네 태초의 DNA